ゴッフレド・ペトラッシゴッフレド・ペトラッシは、イタリアの現代音楽の作曲家。当初は流行でもあった、新古典主義と先鋒性の作品からスタートしたが、やがて無調や十二音技法の作品へ進化した。とは言っても、前衛の時代にむやみに迎合するようなことはなく、独自の技法で作曲を続け、序情性の極度の抑制と響きの純度の高さは、その島で衰えることはなかった。 イタリア人で初めて還元楽のための競争曲を作曲したのはマリオ・ピラーティだが、ペトラッシュはこのジャンルに8曲の力作を残した。いずれも質の高い還元楽曲であり、音盤の入手も容易である。とりわけ、1934年に作曲された第1番の第3楽章は映画スーパーマンのサウンドトラックに告示することで有名。 日本では無伴奏合唱曲、ナンセンスがよく歌われる。映画音楽では家族日誌が知られている。1970年代に入ると枯れた味わいのギターソロのためのヌンクを書き下す。ルイージ・ダン・ラ・ピッコラ、ジャチント・シェルシと並んで20世紀イタリア音楽の3、大巨匠と称えられ、晩年までペトラッシュ国際作曲コンクールの審査委員長を、 自ら杖をつきながら勤めるなど、新たな才能の発掘にも熱心であった。過去の受賞者に、イヴァン・フェデレ、松平・ヨリツネなどがいる。松平の優勝時には、審査員の大半が松平より年少で、審査員たちの方から松平に再敬礼したという、逸話が残っている。ありがとうございます。